はい、おはようございます、安住です。今日はですね、また変態マシンですね。α7S3 に、忍者 V ですね。それを使ってプロレスローでね、撮影してみたいと思います。はい、今ね、超逆光で撮っております。ね、あの目で見た感じね、完全にあそこの滑り台のね、白いところ、完全に肉眼では完全に太陽の反射で白飛びしてますけどね、プロレスローでね、まあ、どのぐらい補正が効くもんですかね、ちょっとやってみないと分かりませんけどね。はい、こんな感じで撮れます。はい、これがね、アップルのプロレスローでね、今撮っておりますけれども、どうですか、色味ですとか、結構綺麗に撮れてませんでしょうかね。どうでしょう。はい、ラーメン祭り会場のね、裏側になりますよね。はい、PP6 の時とね、比べてどうでしょうか。まあ、ローですんでね、かなり、はい、編集ソフトでね、修正がね、効きますよね。はい、ラーメン会場にね、やってまいりましたけどね、今日はやっぱり平日ということとね、ちょっと気温今日ね、12、3度しかないんですよ。で、風もご覧の通りね、強いんでね、ちょっとお客さんね、少ないですかね。はい、ケバブ屋さんもね、繁盛してますね。はい、今ね、F3.2 ですね。どうでしょうか、まだね、チューリップはね、咲いてるんですよね。かなり F3.2 なんでね、背景の方が綺麗にボケてると思いますけどね、いかがでございましょうか。はい、ですね、まあ、α7S3 とこの忍者 V を組み合わせますとね、ロー収録ができます。まあ、ローですね、いわゆるローデータ、内部収録できないですよ、α7S3 はね。ローに関しましては内部収録はね、422の 10bit のオールイントロが最高の画質なんですけど、どうですかね、プロレスローの白飛び体制、ロー動画の白飛び体制なんかね、どうでしょうか。はい、こんな感じでね、撮れます。はい、外部出力ね、かけますとね、カメラ側の手ブレ補正ですかね、一切効かなくなりますし、レンズのね、歪み補正もね、一切効かないですね。それなので私今ね、止まりながら、撮影してます。歩き撮りはちょっとね、できませんね。はい、ここね、琉球ツツジですね。真っ白くてね、綺麗なね、ツツジになってますけどね、隣のね、ツツジはもうちょっとね、枯れてきてますね。あ、綺麗ですね。はい、6丁目会場の様子ですけどね、ここも結構ね、気動さがね、結構あるところなんですけれども、どうでしょうか、ローデータで撮るとどんな感じでね、処理されますでしょうか。はい、今はね、 F1.8 のね、開放で撮ってますけどね、さすがに ISO、 まあそれでもね、 ND64 くっつけて ISO 最低限の640で撮れてますね。おー、大したもんだね。はい、今ね、 F4 で撮っております。モニター見る限りね、 F4 ぐらいでちょうどいいボケなのかなっていう気がしないでもないですけどね、いかがでございましょうか。はい、チューリップですけどね、今ね、 F5.6 逆光のね、光をこう透かした状態ですけどね、どうでしょうかね。はい、今日のレンズはね、20mm の F1.8 の G レンズですね。非常に定評あるレンズなんですけれどもね、
今もちろん手持ちでねパンしてますけれどもね、どうでしょう、ローで撮った映像、まあカラブレはね非常にしやすいと思いますよこれ。はい、花壇の感じなんかどうでしょうかね。カラブレしたらどんな色味になるかな、楽しみですね。はい、今ね超逆光で今ねこう撮ってますけどね、いかがでしょうか。どんな感じでね、カラグレしたらどんな感じでね、撮れてますでしょうかね。楽しみですね。はい、今日のですね札幌はですね、ちょっと温度見えてないかな、15°C ですね。そこそこ肌寒いですね。風が強いんでね。はい、乙女の像のところねやってまいりましたけれどもね、どうでしょうかね、青空との対比、綺麗に撮れてますでしょうか。はい、ここはねやらしいところですね。左側のズドーンと真っ暗く落ちてるところと右側の、ね、日差しカンカン照ってるここの対比なんですけどね、どうでしょうかね、プロレスローでどの程度補正できますかね。はい、ちなみに iPhone はね こういうふうに巧みに映像を作っちゃいますね。え、上手でしょ、暗いところと明るいところの難なくねこういうふうにね色味うまく調整してくれるんですよね。さすが iPhone ですね。はい、どうでしょうかね、ここ真っ暗いところなんですけど、はい、綺麗に撮れてますでしょうかね。はい、今ね超逆光でね撮ってますけどね、いかがでしょうかね。えローで撮るとどこまでね補正してうまいことね表現できますかね。はい、ここもねライラック綺麗にね咲いてますね。青空にライラックって感じですかね。どうでしょうか、綺麗に映ってますでしょうか。はい、私の大好きなね佐藤水産のところでございますね。はい、ここもね観光客さんよく集まるところですけどね、下の方は結構ね暗いんですよね。ここをねプロレスローで撮ってねカラグレしてどんな感じで、ね、表現できるでしょうかね。ちょっと楽しみですね。はい、ここのソメイヨシノはもう完全に緑の葉っぱになってますけどね、また来年までねお預けですね。はい、ということでねライオンくんの表情どうですかね、どんな感じで撮れてますでしょうか。はい、ということで今日はねプロレスローでねちょっとね遊んでみました。いかがだったでしょうかね。一番ストップ数もね大きいのがこの外部出力で撮ったダイナミックレンジですね。広いのがねこのモードで撮った時が一番広くなるはずなんですけどね、いかがだったでしょうか。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。